おはようございます。今朝の5時過ぎですか、上氷川峠っていうところへ向かって歩いているところです。まだちょっと日が上がってこないので、まあ真っ暗の中をライトをちょっと照らしながら、暗いところを1時間ぐらい歩いていきたいと思います。どこかな、いないかな。3頭ですね。はい、うーい、おはよう、おはよう、うっす、チャンスを到着ですね。現在標高1720メートル。ごちそうさま。行ってきます。この松尾根、こっちやね、行きますか。またいますね。なんかこの辺の鹿あんまり逃げていかないのかな。子供と嫌な、結構近い、見える？見えるかね。今日はどこや。晴れてはいるんだけどな。晴れ。がそれないかな。上りは唐松尾根で登ってきたんですけど、下りは大菩薩峠の方から降りたいと思います。部屋がありますね。ん？サイの瓦。ああ、これいいっすね。ね。なんか海山層かな。見えてきました。お、なんかある。よいしょ。ああ。なるほど。あ、大鳥山ってこの辺に見えるんだ。全然見えへんけどね。向こうに見えてんのは、甲斐駒とか、乗鞍とか。八ヶ岳とか。
だいぶ降りてきました。今1580ぐらいですかね、標高。これね、すごいですね。ねじれてる感じがすごいね。さあ、もうちょっと頑張ろう。